MGM-18 ラクロス M35 トラックの M398 発射機場にある MGM-18 ラクロス。MGM-18 ラクロスは地上部隊の近接支援を目的とする短距離戦術弾道ミサイルである。まだ開発段階にあるにもかかわらず、ラクロスの最初の飛行試験は1954年に実施され、1959年から アメリカ陸軍に配備が開始された。ラクロスプログラムにおける多くの技術的なハードルは克服するのがあまりにも難しいと判明したため、1964年までに退役した。ラクロスは最初のアメリカ海軍での計画では、正式名 SSMN-9 を割り当てられた。アメリカ陸軍へ移される際に SSMG-12 に変更され、 陸軍の命名規則の若干の変更の後、SSMA-12 に変更された。陸軍に採用された時、ラクロスは M4 と呼ばれ、退役するほんの数ヶ月前に、1962年に新たに制定された命名規則に従い正式名 MGM-18 を与えられた。ラクロス計画は、従来の野戦法を補うための短距離、 誘導ミサイルに関するアメリカ海兵隊の要求から始まった。この任務に関連する設計面の研究のために、アメリカ海軍兵団局は1947年9月に、ジョンズ・ホプキンス大学の応用物理研究所とコーネル航空研究所に契約を与えた。アメリカ統合参謀本部は、1949年後半に誘導ミサイルの開発と用途に関し、 すべての地対空ミサイルと地対地ミサイル兵器の責任をアメリカ合衆国陸軍省に与える新しい方針を定めた。ラクロス計画は後者の地対地ミサイルに該当したため国防長官は方針に従い計画を1950年8月31日に海軍からアメリカ陸軍部機関へ移した。折しも朝鮮戦争の改戦と重なったためアメリカ陸軍は この1ヶ月前から計画を前倒しして開始していた。ラクロスの研究開発計画は、陸軍省、プライオリティ IBE を割り当てられ、1952年までこのプライオリティの下で進行し、1952年7月31日に、プライオリティ IA が割り当てられた。コーネル研究所とジョンズ・ホップキンス大学は、計画を再開し、 前者は誘導装置設計に関する主要な責任を負っていた。コーネルは陸軍部機下から1951年2月にラクロスの正式な開発契約を与えられた。一末模様に塗り分けられたラクロス1953年1月。ラクロスの開発はシステムの主要な要素が定められるところまで進行し、固体燃料、ロケットモーターを使用することが初めて規定された。 コーネルは1954年前半から戦術モデルのラクロスアイシステムの研究を開始し、共同契約者の名前が挙げられる頃には戦術モデルの設計を完了してシステムの実現可能性を示した。1954年8月17日から1955年12月13日の間にラクロスの最初の全規模試験が実施され、ホワイトサンズミサイル実験場で15機の A グループ飛行試験が実施された。この間の1954年1月11日に、ラクロス計画の技術管理監督は、レッドストーン兵器省に委任されていた。1955年1月に、クレーンエル・マーティン・カンパニーが、ラクロスの研究開発共同契約者として承認され、同年4月1日に研究開発と生産に参加する契約を与えられた。さらにマーティンは、 6月1日にラクロスの最初の生産契約を受注した同年からマーティンへの技術的責任が移行され始め1958年3月19日に完了したコーネル研究所が最初の要求を超えて特に資金提供が中止された空中制御の領域でミサイルの能力を拡大する研究へ1959年に移行したためマーティンは 計画に対する多くの責務を引き継ぐことになる。試験は1954年から始まり、生産型の施策は1956年6月から利用できた。計画が遭遇した困難は、設計及び試験期間が長引いたことでもわかる通り、ミサイルは1959年7月まで運用を開始できなかった。問題は信頼性に対する懸念と誘導における。 特に指令誘導信号が ECM 妨害に対して影響を受けやすいという難点を含んでいた。1956年3月に連邦電気通信研究所はマーティンとの下請け契約の下で後にモット1と呼ばれることになる異なる誘導装置の研究を開始した。新型の誘導装置はダクロスの電子対抗策に対する性能を向上させたが、 もっと1の開発は1959年8月18日に中止され、アメリカ海兵隊が計画への参加を取り下げる要因になった。ラクロスの軍用性能は1956年1月19日に承認、公表されたが、1956年3月29日から1956年9月21日の間にホワイトサンズミサイル実験場で実施された6機の グループ B 飛行試験の後、1957年6月13日に、軍用性能が修正されて、再度発表された。なお、ラクロスの弾頭は、各弾頭、破片効果弾頭、整形作薬弾の順の優先度で開発されることになっていた。評価試験が、ホワイトサンズミサイル実験場で1958年3月19日に始まった。この試験は、 マーティン単独の責任に基づくラクロス開発計画の最後段階であり、ミサイルは最終的な戦術モデル用構成のものが使用された。しかし、これらの試験でミサイル構成要素の信頼性が維持されなかったことが判明してしまった。さらに1958年11月28日のサービステストでもシステムの信頼性不足は改善せず、試験は中止、再試験のために ラクロスの製造も停止された。1959年1月19日に試験期間の確保のためにスケジュールの見直しが行われ、部隊配備は1959年4月から7月に遅らされた。ラクロスシステムが開発と改良を必要とし続けるものの変更されたスケジュールに間に合わせて1959年7月に最初の部隊はラクロスを受領することができた。 MGM-18A ラクロスラクロスを最初に装備した部隊は、オクラホマ州、ホートシルで編成された第41砲兵連隊、第5大隊であった。1960年3月には、ヨーロッパに最初のラクロス大隊が配備され、同年4月には韓国に配備された。ラクロスを装備した全部で8個の大隊は、韓国の1個大隊と戦略陸軍部隊の1個大隊を除き、 ほとんどがヨーロッパに配備された。配備されたラクロスシステムは、基本的には許容できる、信頼性を持っていたが、完璧にはほど遠く、全面的には信頼できなかったため、配備が始まってからわずか3年半後の1964年2月に退役した。出展、デシグネション、システムズ、ネットハットパーシュ、アンドレアス、MGM-18。18 ディレクトリオブ US ミリタリーロケッツミサイルズデシグネションシステムズネット2007年7月27日閲覧ありがとうございます